レディオジャムウィワナビユアナンバーワン。透き通った朝晩、歩きながら見る夢のよう、どんな時にも目を合わせば、そう君のことなら何でもわかる。どこだ私が他の人とほら話してるだけで君はいじけてるでしょ。突然駆け出した君の小さな背を追いかけ追いついて立って息をするの。遠回りをしたのか皆さんいかがお過ごしでございましょうか。12月10日は土曜日となりました。レディオジャムイワナビーワナンバーワンでございますけれども、時刻は現在8時ということで、前回よりは健康的な時間に録音してますけど前回よりは健康的な時間でございますね。視聴普通の人がね、普通にこう喋ってる時間ですから。前回10時半とかですからね、夜のね、もう静かにしましょうよっていう時間に撮ってましたからそれに比べれば今週はね、ということでレディオジャムイワナビーワナンバーワン12月10日ということで、もうそろそろ、ね、年賀状も書かなきゃという時期じゃないかと思いますけども、私は一枚も書いていませんが修士論文書いてるとそんな風になるんですけども、そんな感じでレディオジャムやっていきます。修士論文書いてる中でもやります。もうそろそろ喧嘩ギリギリなんですがやります。まずはですね、インザグループスーパーノバーでございますね。インターネット上で頑張っているアマチュアミュージシャンとか、まあ、インディーズミュージシャンを紹介していくコーナーで、ここのところはビンプラットさんと TKYNG とか言って高柳さんをご紹介しているわけでございますが、1曲目はビンプラットさんのシェルティープリメイラという曲をかけました。シェルティープリメイラ、まあ、ビンプラさんの毎週のように読んでいる、プロフィールなんですが、関西で活動中の兄弟ユニット、ボーカルのミカさんと作曲の荒健さんの、兄弟が中心となって活動しています。兄妹ということですね。で、聴いてると元気になるような音楽、健康音楽を世に広めるため、日曜、日夜精進しております。
健康私今鼻詰まっておりますけども、健康になるような健康音楽をこれからも皆さんの心のビタミンになるような音楽を作っていきたいと思います。ということで、ファーストアルバムジェラート、セカンドアルバム12カラット、ファーストマキシシングルアイリューから購入発売中ですということで、ミュージーショップなどで取り扱っているということでございますけども、詳しいプロフィールに関しては http://www.8085.go2.jp/nova/スーパーノバ、ね、8085 の、サイトにありますので、こちらのサイトのアーティストデータベースという、インザグループスーパーノバアーティストデータベースというところのハヒフゲホのヒの欄にビンブラさんは入ってますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいということで、ビンブラッドのシェルティープリメイラという曲をかけたところでですね、もう2分何十秒経っちゃいましたけども、ですね、私今先ほども言いましたように修士論文を書いておりまして、もうむっちゃしゃれ状況なんですけども、ね、パソコンはですね、もうあっちやこっちを使いながらですね、Windows で書いたかと思えば Mac で整形をしたとかですね、そんなようなことをやりつつ、もう4本ね、ブワーって ものすごい勢いで英語が書いたら当たり前なんですけども、本を読んだかと思えば、日本語の薄っぺらい、論文を読んだりとかですね、しながらですね、その今机の上にあるものをちょっと言っていきたいと思うんですけども、よほどネタがないんですけど、机の上に今置いてあるものはですね、今デジカメが置いてありますね、これが、ソニーサイバーショットでございますよ。回収騒ぎが起きてるらしいサイバーショットなんですけども、そしてですね、なんか CCD がなんかあったんですよね、その上に置いてあるのがホルガ。ホルガ、このカメラ知ってる人は結構マニアックですよ。ポラロイドとかで使えるホルガっていうのもありますけども、ホルガというですね、多分中国製だと思うおもちゃカメラですね、おもちゃカメラの割には、1万円ぐらいする結構いい値段のカメラなんですけども、ブローニーっていう、なんて説明したらいいのかな、ロールフィルムなんですけどもね、まあいいや、もう分かってる人だけ分かりゃいいということで、そのロールフィルムを使って撮るカメラで、本当は、それをポラロイドが、なんか後ろにこうパカッとはめるとポラロイドも撮れるようになるアタッチメントをつけて売ってるんですけども、そのホルガのですね、私は実はブローニーで撮る派なので、ブローニーフィルムが入った、ホルガが今ここにあります。はい、120SF というモデルでございますけども、これね、絶対うまく撮れることないカメラなんですよね。一眼レフカメラとか、ああいうようなもう精巧な作りじゃ全くないわけですよ。はっきり言って500円ぐらいで売ってるおもちゃカメラとほとんど変わらないわけですね。そんなようなカメラなんですけども、これがね、なかなかいい味が出るということで。この味はですね、もうアーティスティックというカメラでございまして、ホルガ。HOLGA で検索すると、まあ、いっぱい見つかるんじゃないかと思いますけどもね。で、ホルガがあってですね、その下には iTunes ミュージックカードが。で、もう、ピンコード打っちゃったんで、使えない iTunes ミュージックカードがありまして、その横には、これはですね、ヌーベルカレーパステルっていう、何でしょう、画材が置いてあります。そして iPod。そして、マウスのですね、ありまして、タブレットがあって、iMac じゃなきゃ iBook が。ありますね、800MHz、ね、そして、まあ、本が山積み。そして、ヒューレットパッカードの 200LX と、iPod なのがあって、ソニーの PGSJ30 ってクリエがあってですね、あと MD がありのなんだろう、いろいろ結構ありますね。そんなようなぐちゃぐちゃな中で結構やってると、あとターンテーブルもあるよ。その中でいつもこういうねラジオはやってるわけですよ。ということで BGM 終わっちゃったんで、一旦お知らせの方に行きたいと思います。どうも鍋ですという感じで、鍋トークと称して毎日3分を基準に BGM も効果もなしで思いつくままに喋っております。雑誌ワイング編集長が裏方に収まりきれずというのが一応歌い文句です。イラストや文芸がお好きな方はぜひワイングのページも覗いていってください。ということで、鍋トークと雑誌ワイングの CM でした。アイラペッツ、ペット動物好きの方に楽しんでもらうことをもとに運営中、放送中のアイラペッツレディオでは、ペットを飼ってない人でも楽しめるトークでお送りしております。雑談ありハプニングありのペットラジオ、ぜひご拝聴ください。URL は http://shingamon.client.jp/。 河村製作所。大丈夫か二人とも。インターネットラジオドラマテンペスト、河村製作所ラジオ館にて好評公開中。世界を救うか。インターネット放送局ニンニンチクビ、石川義弘、犬山犬子、田中克樹、宮川勝、渡辺兄、バカチン三股ほか多数出演中のインターネット放送局ニンニンチクビは 2219.jp。
ザグルースーパーノバ。ということで大人だなリディオジャム岩波岩波ままやってもらいましたけども、イザグループスーパーノバ2曲目は TKYNG 高柳さんの曲でございます。大人だな前回から言っておりますけども、前回からね、前回前々回かが、今回で3回目となりますが、シャトークロンドというアーティストの、TKYNG 高柳さんが、ちょっと前までやっていたユニットシャトークロンドの楽曲で、今回おかけしたのは雨音という楽曲でございます。大人だな
シャトークロント高柳さんと京子さんという方が、お二人で、やっていたユニットでございまして、現在は別々の活動をしているということになっていますね。かつ、ユニットとしては解散して、してしまっているわけなんですけど、ちなみにシャトークロントという名前は、まあ、前回から言っておりますが、フランス語にての造語で、ワインの名前ということで、実際にはない名前なんですね。シャトークロントシャトーって感じですね。雨音、いや大人だな何回言うんだよって話なんですけども。ということで、シャトークロント、雨音という曲、楽曲をおかけしたところで、今日のレディオジャム、ウィーワナビーワナバーは、終わりの時間と相成り申したわけでございます。相成り申したって何語なんだよって話もありますけども。ということで、次回のレディオジャム、ウィーワナビーワナバーはですね、早いもんだな、12月の、17日になります、更新がね。すごいですよ、12月17日。年賀状郵便の取り扱いが開始されております。ということで、私の鼻詰まりもそろそろその時には治ってるといいなという感じが、しないでもないんですけども、そしてですね、来週もイズグルムスーパーノアは、TKYNG 高柳さんと、そしてビップラさん、ビップラッドさんの2組のアーティストの楽曲を、まあ、かけていこうではなかろうかというふうに思うわけなんですけれども、来週かかる曲はですね、予告やりますか、どっちやりましょうか、TKYNG さんかビップラさんか、ビップラさんでいきましょう、ね、今さっきね、高柳さんの曲書けましたんで、じゃあ一旦 BGM の方を切っていただいて、ね、こんな曲になります。来週はこんな曲がかかりますんで、よろしく。時期的にはまあクリスマス前ですんで、夏って聞こえたけど冬なんだけどね来週はこの曲がかかるということで、まあ、ちょっと季節感ね、まあ、微妙、いい曲だからいいじゃねえかといういつものノリでいきたいと思いますけども、レディオジャマイワナビワナバー、こちらの方はですね、12月17日土曜日更新となります。ポッドキャストで聞いてる方は、まあ、日曜月曜ぐらいの、アップデートでよろしくお願いいたします。いろいろね、あのことがありますんでいろいろありますんで、ということでですね、私的にはもう来週はもうさすがに修士論文を書き上がってるというか、ファイルにまとめて、はいどうぞって渡せる段階じゃないとまずいというかですね、そういう時期になりますな。はーっていうことで、私でも1年の締めくくりがようやく来るという、でそして年が明けると、まあ、その修士論文絡みで行動新聞があったりね、いろいろありますよちなみに私の友達もですね、大学院生なんですけども、あの言ってる研究家は違うんですが、工学系研究家に言ってるやつがいるんですけども、彼は今ですね、学会発表用の論文を書いてますね。まだ修士論文書けないというふうに言っておりますけど、大丈夫なんでしょうか、どういうことかというと、来年のそうですね、まあ、2月3月以降になりますと、まあ、博士課程ドクターという、ね、博士課程に進む場合はですね、来年のことも考えながらいろいろ動かなきゃいけないと。で彼はその博士課程に行くって言って今時珍しくドクターに行くというので、もう来年の準備も兼ねて、今就論よりも先に学会発表用の論文を書いてすごいですね。まだ今私の近くで研究者が一人生まれようとしてるわけですよでこの今このね、就職活動厳しい時代に、ね、ドクターまで進んでその後どうしようかという話がありますけれども、ね、そうなんですよ、大学の博士とかなんとか言ってますが、なんか偉そうですけどもね、意外と就職が厳しいんですよでそこまで行っちゃうとね、もうどこも取ってくれなくてということで、そんな年末を地味な話でございました。また来週お会いしましょう。いかがでした。